ナスカーカップシリーズは、ナスカーが主催する、ストックカーレースのトップカテゴリー。1949年に、ストリクトリーストックシリーズとしてスタートし、翌1950年にグランドナショナルシリーズと、改名された。1972年から、タバコメーカーの RJ レイノルズタバコ社の協賛で、ウィンストンカップシリーズとして行われたが、2004年から、 スプリントネクステル社がスポンサーとなり、ネクステルカップシリーズとなった。2008年からはシリーズ名称をスプリントカップシリーズと改称し、2017年からはモンスターエナジーなスカーカップシリーズと改称した。アメリカ六大スポーツの一つであるモータースポーツの頂点に位置するレースであり、アメリカにおける視聴者数は1レースあたり200万人から500万人に上る。 なお、日本で最も人気の高いアメリカンレースのインディカーの平均視聴者数は50万人ほどである。シリーズを構成する多くのレースの起源はアメリカ合衆国南部にあり、南部で根強い人気を持つが次第に成長し、現在ではアメリカ合衆国における最も人気のある6つのプロスポーツのうちの一つとなった。最も有名なデートナ500は、 2009年には約1600万人がテレビで観戦した。シリーズはカナダでも開催され、エキシュビジョンレースが日本とオーストラリアで開催された。カップシリーズで使用される車両は他の自動車レース車両と比較してユニークなものである。エンジンは200マイルパーアワー以上の速度に達するほど強力であるが、1.5トンを超える車重のため操作性は不十分である。 ボディとシャシーはイコールコンディションを保つため厳密に規定される。また、エレクトロニクスは出実合計なものである。2007年シーズンからコスト抑制や安全性向上などを目的にカーオブ・トゥモローと呼ばれる新型車の導入を開始しており、2008年シーズンからは全レースでコットが使われている。二千十三年スプリントカップにてカーオブ・トゥモローの発展型。 ジェネレーション6を導入した。この新型車両は、それまでのコットに比べて、ベース車両により近い外観を持ち、2006年までの車両に相当するメカニカルグリップを得る方針で開発された。ジェンマイナス6ではダウンホースが増加したほか、車体も軽量化している。エンジンフードとトランクリットを CFRP 製とし、その重量は、 10-5より150ポンド削減された。ナスカーは1948年にモディファイドレース、ロードスターレースを認可し、翌1949年にはストリクトリーストックを導入した。8つのレースが異なったダートのオーバルコース及びデートナビーチロードコースで開催された。最初のストリクトリーストックレースは1949年6月19日に、 シャーロットスピードウェイで開催された。グレンダナウェイがレース後の車検で車両後部のスプリングを変更していたことで失格し、レースはジムローパーが優勝した。初代シリーズチャンピオンはレッドバイロンであった。シリーズは1950年シーズンにグランドナショナルと改名された。この改名はナスカーのシリーズをよりプロフェッショナルでより格調高い。 ものにしようとする意向が反映されたものであった。シリーズは1971年までグランドナショナルの名称で開催された。1949年のナスカーストリクトリーストックシリーズはナスカーの記録ではグランドナショナルカップの最初のシーズンとして取り扱われている。マーティンズビルスピードウェイは1949年のシーズンが開催されたサーキットのうち 唯一現在もシリーズが開催されるサーキットである。7度のシリーズチャンピオンに輝いたリチャード・ペティ。グランドナショナルカップは1シーズンに60回以上のレースを開催したシーズンが数年間あり、しばしば2から3のレースが同じ週末に開催され、時折別々の週で同じ日に開催されることもあった。シリーズ開催初期には、 大半のレースが未舗装のショートオーバルもしくは未舗装オーバルで開催された。最初の221戦のレース中198戦がダートコースで開催された。1950年にオープンしたダーリントンレースウェイは初の完全舗装が行われた距離1マイル以上のサーキットであった。1959年、デートナインターナショナルスピードウェイがオープンしたが、 いまだ舗装コースよりもダートコースの方が多数であった。1960年代を通して、スーパースピードウェイが次々と建設され、古いダートコースが舗装されるようになると、徐々にダートレースの数は縮小していった。ダートコースで行われた最後のナスカーレースは、エアロウォリアーズ時代の1970年9月30日に、ノースカロライナ州ローリーのステートフェアグラウンド。 スピードウェイで行われたレースであった。1970年式、プリムス・スーパーバードを狩るリチャード・ペティが優勝し、優勝車両は、ペティエンタープライズからドン・ロバートソンに売却、再びレースに貸し出された。1972年から2003年まで、ナスカーのトップカテゴリーは、RJ レノルズ・タバコ社が冠無スポンサーとなり、同社のブランドであるウィンストンの名が冠され、 ウィンストンカップシリーズと呼ばれた。後に、タバコ広告が、公衆健康のためのシガレット喫煙法や1998年タバコ製造者和解契約、等のタバコ規制法で制限されるようになると、RJ レイノルズのスポンサーシップは論議を呼ぶこととなった。RJ レーノルズがスポンサーとして関わり、 シリーズのレース数は1年あたり48から31程度まで減少。1972年には近代ナスカーが確立した。シーズンはより短縮し、続く4年間でポイントシステムは何度か変更された。ダートコースでのレースは取りやめられ、オーバルトラックは250マイルより短い距離で争われるようになった。 ナスカーの創始者であるビル・フランス・シニアは長男のビル・フランス・ジュニアにその運営を譲り渡した。1974年8月、フランス・ジュニアはシリーズの宣伝担当であるボブ・ラッドフォードにレースの距離や賞金に関係なくすべてのレースで等しく授与されるポイントシステムの設計を依頼した。このシステムによりシリーズチャンピオンになるためには すべてのレースに参加しなければならないようになった。このシステムは1975年に導入され、2004年に、チェイス・フォー・ザ・チャンピオンシップが導入されるまで、変化のないまま使用された。7度のシリーズチャンピオンに輝いたデール・アンハート。1982年以来、デートナ500はシーズン最初のエキシビションレースとして、開催されている。ABC スポーツは1970年。 グランドナショナルシリーズのタラデがノースウィルクスボロスピードウェイ、ダーリントン、シャーロット、ナッシュビルのレースを完全もしくは部分的に生、中継放送した。これらのレースは他の多くのシリーズ戦に比べ面白みに欠け、ABC は生中継を中止した。代わりに編集を施したものがスポーツバラエティのワイドワールドオブスポーツで放送された。 1979年のデートナ500は CBS でスタートからフィニッシュまで全国的にテレビ放送された最初のストックカーレースとなった。ファイナルラップでレースをリードしていたのはケール・ヤーボローとドニー・アリソンであった。2台はバックストレッチでクラッシュし、リチャード・ペティが2台をパス優勝を獲得した。ヤーボローとアリソンに加え、 ドニーの兄のボビー・アリソンが殴り合う様が全国に中継された。この一件はスポーツのドラマ性と感情を強調し、レースのテレビ中継の商品性を高めることとなった。ナスカーにとって好都合だったことに、レースはアメリカ東海岸沿いに発生した猛吹雪と同時期に行われ、多くのテレビ視聴者が中継を見たことで、その様子を紹介するのに成功した。 1981年からシリーズの表彰式典はニューヨークのウォルドルフ・アストリアで12月の第1金曜日の晩に行われた。1985年からはより大きなグランドボールルームで行われた。2001年には表彰式典を簡潔にするため宴会は取りやめられることとなった。翌2002年式典はマンハッタンセンターのハマースタインボールルームに変更された。 2003年に宴会が復活することとなり、式典は再び、ウォルドルフ・アストリアで開催されるようになった。2003年限りで、RJ ・レイノルズタバコとのスポンサー契約が終了し、ナスカーは通信会社である、ネクステル・コミュニケーションズとスポンサー契約を締結した。2004年シリーズからは、ネクステル・カップシリーズとして開催されるようになった。しかし、 この頃になると1990年代のようなブームは終わり、テレビ視聴率も低迷し始めていた。ナスカー運営はより新しい市場を開拓しようとした、結果、アメリカ南部を軽視したため、長年のファンは、かつてのような魅力を失いつつあるシリーズに批判的で、あった。2003年のネクステルカップでは、年間発祥を挙げたライアン・ニューマンを差し置いて、 わずか一勝しかしていないマット・ケンゼスがポイントリーダーとなりシリーズチャンピオンとなった。この点末が多くの批判を呼び人気低迷を恐れたナスカーは翌2004年シーズンからチェース・フォーザー・ネクステルカップと呼ばれるプレイオフ制度を導入した。2004年からトラックシリーズに参戦していたトヨタが2007年からカップシリーズ及びブッシュシリーズに参戦開始。2008年には カイル・ブッシュがトヨタ・カムリにカップシリーズ初勝利をもたらした。2006年にはネクステル・コミュニケーションズがスプリントに買収され、存続会社はスプリント・ネクステルとなった。これにより2008年シーズンからカップシリーズはスプリント・カップシリーズと解消され、チェイスもまたチェイス・フォー・ザ・スプリント・カップと呼ばれるようになった。2013年7月、 スプリントが日本のソフトバンクによって買収されソフトバンクの子会社となった2016年12月1日モンスターエナジーが最高峰シリーズのタイトルスポンサーとの契約を交わしたチャーターシステムとは2016年より導入されている制度でいわゆるシード権のようなものである過去3シーズン連続でフル参戦しているチームの戦績によって36の チャーターチームが決定され、全36戦へのエントリーが保証される。決勝には、チャーターチーム36台と予選を勝ち上がってきたオープンチーム4台の計40台が出走する。チャーターはシーズンをフ中であれば取引することも可能であるが、チームオーナーが出走させることのできる台数は4台までと決められている。なお、チャーターチームは毎年更新され、 過去3シーズンの戦績が下位3チームになった場合、チャーターは剥奪され、条件を満たす他のチームがチャーターを獲得する。現在のナスカーカップでは、ドライバーオーナーマニュファクチャラーでタイトルを争う。2010年シーズンまで各レースのポイントは下記のようになっていた。カップでは、通常43台が決勝に進出するので、予選を通過し決勝をスタートさえすれば、 最低でも34ポイントは必ず獲得できるようになっていた。なお、下記のポイント以外にも、決勝でラップリーダーを記録した場合とそのレースの最多ラップリーダーを獲得すると、それぞれ5ポイントのボーナスポイントが与えられる。2007年にルール改正が行われ、優勝者の獲得ポイントが5ポイント引き上げられた。二千十一年のルール改定でポイントシステムが一新され、 優勝者には43点のベースポイントボーナス3ポイントの計46ポイントが与えられ、以下に位42ポイント、3位41ポイント、43位1ポイントという形で1ポイントずつベースポイントが減っていく形になった。また最多ラップリーダーに1ポイント、ラップリーダー記録者全員に各1ポイントがボーナスとして与えられる。そしてもう一つ大きな変更点が、 三大カップ戦にエントリーするドライバーは、ポイントを得られるシリーズがどれか一つに限られることになった点。シーズン開幕前に自らがメインとするシリーズを選択する必要があり、それ以外のシリーズで入賞しても一切、ドライバーズポイントは得られない。2011年の開幕戦となったデートナゴ0 0では、優勝したトレバー・ベインは、ネーションワイドシリーズが主戦場のため、 この新ルールに従いドライバーズポイントは全く与えられず優勝したのにノーポイントという陳時が早速発生した。2017年にステージ制度が導入されるとステージごとの順位で1位から10位まで10から9から8、2から1のポイントを得られるようになった。またフィニッシュ時の順位のポイントも1位から40353433、2から1から1から 1, から1。 というものに変更された。一方で、リードラップに関するボーナスポイントは廃止されている。製造者の選手権。以前は1960年から1990年の F1 に近いポイントシステムで、1位から6位のドライバーのメーカーごと順番に9から6から4から、3から2から1と与えられた。現在はよりシンプルに、各マニュファクチャラーで最上位のドライバーの順位によって、 ドライバーズポイントと同じ点数が与えられる。加えて、優勝には3.1度以上のリードラップダッシュに1、最多リードラップドライバーのマニュファクチャラーに1ポイントが、それぞれ加算される。例えば、トヨタが1から3位を占め、4位にシボレーが入った場合、トヨタは優勝者の43ポイント、シボレーは4位の33ポイントを得られる。 2011年にドライバーズタイトルを争うシリーズを選ぶ決まりになったことから、その救済として設定された。オーナーとは、マシンの所有者のことで、ドライバーズポイントと同じポイントが、オーナーに入る。前述のトレバー・ベインのように、もしドライバーがそのシリーズで、ドライバーズタイトルを争うことを選んでいなかったとしても、オーナーズポイントは獲得できる仕組みである。ドライバーズチャンピオンシップ。 オーナーズチャンピオンシップにおいてはプレイオフがある。このシステムはシリーズが残り10戦となった時点のドライバーズポイントランキングをリセットするものである。なお、リセット後、それまでの優勝回数などに応じてボーナスポイントを与えられる。これはシーズンが終盤になると各ドライバーの獲得ポイントに大きな差がつき、シリーズチャンピオン争いがごく少数のドライバーに絞られてしまうこと。 それと2003年にマット・ケンゼスがわずか一勝でシリーズチャンピオンを獲得してしまったのを理由としファンのレースへの興味が薄れることを防ぐために導入されたものでいわば一種のプレイオフのような効果を狙ったものの一つである。おおむねこの制度は好評でシーズン終盤を盛り上げることに大きな効果を上げている。ちなみにこのチェイスに残れなかったドライバーについては事実上 チャンピオン争いから脱落することになるが、そのようなドライバーのモチベーション低下を防ぐために、チェース不参加のドライバーの中で、シーズン終了時のポイントランキングが最上位のものには100万ドルのボーナスが与えられるシステムも同時に導入されている。ポイントランキング上位10名獲得ポイントがトップから400点以内のドライバーについて、ポイントを下記の表に従ってリセットした。 11位以下でトップからポイントが400点差以内のドライバーがいる場合は一律5000点が与えられるポイントのリセット対象をランキング12位までとしたほか原則として各ドライバーに与えるポイントを一律5000点としこれに第26戦までの勝利数に応じたボーナスポイントとして一勝につき10ポイントを加算する形となったポイントシステム変更に伴い チェースのルールも変更された。以下に示す大幅なルール変更が行われた。プレイオフに解消。リセット後優勝1回につき5ポイントが与えられるほか、この年導入されたステージ制における、ステージ1.2の優勝1回につき1ポイントが与えられる仕組みに変わった。プレイオフ勝者カップシリーズに参戦する車両は、1949年以降幾度かの、 大きな規定変更を経て、2016年現在は、口述のような仕様となっている。1949年から1970年代1951年式スチュードベーカー、リック・リンダー社。1951年デートナビーチロードレース参戦、車両。エアローリアーズ時代の覇者、リチャード・ペティのプリムス・スーパーバード。 フロントエンジンリアドライブの市販車両が市場の大多数を占めた1949年から1970年頃までは北米市場で最低500台を販売した車両であればどんな車両でも参戦できた。1957年、機械式燃料噴射装置を搭載し、オーバルトラックで圧倒的な強さを誇ったしぼれ150の使用が禁止され、 以降の車両はキャブレターのみが認可された。1960年代半ばまでは大廃棄量エンジンを搭載したフルサイズ車が多く使用されたが、1966年以降は中型車にフルサイズの大廃棄量エンジンを搭載したマッスルカーにとって変わられた。1969年から1970年には特別な大廃棄量エンジンと 大型エアロパーツ付き車両のホモロゲーションを別々に取得し、両者を組み合わせる手法で極めて高性能なレース車両を作り上げるエアロウォリアーズと呼ばれたスペシャルモデルの規制のため、特殊な空力付加物を装着した車両の排気量を305立方インチまでに制限することで、事実上このような車両のオーバルトラックでの競争力を失わせた。 ホモロゲーション台数もそれまでの最低500台から最低3000台に大幅に引き上げられたためエアロウォリアーズの時代はわずか2年ほどで幕を閉じた同時期に市販車そのもののシャーシを使用するストックボディから交換フレームシャーシにボディ外反を被せる現在と同じパイプフレームボディへの移行も進んだ1980年代2007年1985年の リッチモンドインターナショナルレースウェイでのピットロード。ビューイックルセーバーやリンガル、シボレー・モンテカルロが多い。1970年代初頭には各メーカーごとに358立方インチから429立方インチまで様々な排気量の V8、エンジンが混在していたが、競争力の均衡化のためリストリクタープレートが導入された。 1973年の石油危機器と1970年代、中盤の自動車排出ガス規制は、カップカーのベースとなる、市販車両と V8 エンジンの製造に、大きな悪影響を及ぼした。これらの影響が大いいた1980年代以降は、アメリカ車のダウンサイジングが進み、それまでのレギュレーションで定められた、ホイールベースを満たせる市販車が、大幅に減少した。 ナスカーもホイールベースを最低値を短くすることで、これに対処したが、各メーカーは、ナスカー参戦のためのみに、一部の市販車両のホイールベースを、レギュレーションで定められた、最低値に合わせざるを得なくなり、その結果として、市販車両の外観に明らかに、カップカーノの影響を受けた車体サイズやボディ形状を持つものが現れることとなった。しかし、それが、当時の市場が求める、 大多数の要望を満たすものとは限らず、結果として不人気者となるものも存在した。ビルエリオットがタラデガで212.809マイルパーアワーの予選周回速度を記録した1987年式、フォードサンダーバードそれでも市販車両の空力性能改善は進んでいき、 1987年にはカップカーの平均周回速度は時速210マイルに達したが、同年のタラデガ線にて、ボビー・アリソンが観客5名に負傷者を出す大事故を起こし、デートナやタラデガなどの一部のスーパースピードウェイでは、リストリクターアップレートの装着が全車義務付けとなった。その後、1993年のタラデガ線でも、 ニール・ボンネットが1987年のアディソンと類似した大クラッシュを起こし、車体がスピンして後ろを向いた際の浮上を防ぐルーフフラップの装着が全車義務付けとなった。1991年式、オールズモビルカトラス・シュープリーム、スコット・ゲイ・ロード社。ナスカー初年度から参戦していた名門オールズモビルも、翌92年に撤退した。 1980年代後半から1990年代にかけてアメリカ車の多くが V 型6気筒と前輪駆動へ移行し、車種によっては2ドアボディを持たないものも現れ始めていたが、ナスカーは依然として2ドアボディと V 型8気筒の後輪駆動を維持したため、各自動車メーカーは実際の市販車両とは全く異なるエンジンと駆動方式、ドア枚数で、 カップカーを製造せざるを得なくなり、ストックカーとしての意義が次第に薄れていくようにもなっていった。この時期までに、ビュイックやオールズモビル、マーキュリーなど、ビッグー内の比較的販売が低迷していたディビジョンの中には、カップカーの製造から撤退するところも現れ始めた。2003年、ポコのレースウェイでのオフセットカー時代のフォードとラース、モーガンシェファード社、 2000年代に入ると、ナスカーに参戦できる、車体寸法を持つ市販車両は、各メーカーが、カップカーと直接関連付けて販売する一部の、スポーツモデルのみに限定されるようになり、カップカーと市販車両との関連性は、ボンネット、ルーフ、トランクリットの形状を同一にするたは、外見上は、車両前後のランプ類を模したデカール類のみで、その類似性を判断できる程度となっていった。 この時期のナスカーは特定の車両の競争力が高まると、その都度レギュレーションを小変更する対応に追われており、たびたび各メーカーから抗議が発生する事態となっていた。2001年にはデイル・アーンハートの死亡事故が発生、ハンズデバイスの装着が義務付けとなった。2003年にはフォード・トーラスが極端な左右非対称ボディを使用していたことが発覚。 アプローブドボディコンフィグレーションと呼ばれる、ボディの左右対称性を認証する新基準が導入されることとなった。カーオブトゥモローテキサスモータースピードウェイでの2007年式、コットジェン -4 規定型フォードフュージョン、マットケンゼス車。ジェン -5 時代の上等テクニックとなり、多くの批判も浴びた極端に接近したタンデム走行。デール・アーンハートジュニアとライアン・ニューマンが2011年の、 デートな500で行った光景。このような背景の中、2007年に導入されたのが、カーオブトゥモロー規定であり、これを機に、すべての参戦車両が、車両前後のデカールを除いては全く同じ、車体形状を持つことを強制されることとなった。しかし、電子制御式燃料噴射装置の導入や可変式、リアウィングの採用など新機軸も多数盛り込まれた。 2007年から2010年まで使用された最初のコット規定車は第4世代と呼ばれたが大きくかさばったリアウィングがスピンした際にエアボーンクラッシュを誘発させうる技術的欠点が発覚し実際に2009年のアーロンズ499ではカール・エドワーズが観客6名を負傷させる大クラッシュが発生した2011年からは フロントセクションの形状を変更して、空力特性の改善を図った第5世代へと移行したが、今度は2台の車両が、車間距離をほぼ0になるほど接近して、タンデム走行を行うことで、通常のドラフティング走行と比較して、毎時10マイル以上速度が向上するという、裏技の存在が明らかとなり、フォーミュラ1にも似た、チームオーダーを思わせる露骨なレース展開が、 横行するようになっていった。ジェネレーション62013年の STP ガスブースター500に出走したジェンマイナス6規定型、トヨタカムリ、カイルブッシュ社、コットの様々な欠点の反省から2013年に導入されたのがジェネレーション6と呼ばれる現行規定である。ジェンマイナス6は不評であった全車統一のボディ形状規定を廃止して各社が異なる ボディ形状を持つことを許容し、複数種類の統一エアロパーツを使用することを許可した。ボディパネルには炭素繊維が多用され、軽量化と周回速度、安全性の向上を実現したが、全マイナス5に比較して高騰した車両価格の抑制が今後の課題となっている。典型的なカップカーのエンジン、ありがとうございます。